こんにちは親の力ですあるビジネスマンのお話がねとても参考になって面白かったんでねあのシェアしたいと思います。えー、これはですね目先の利益を追っている人は信頼をなくして結局は長い目で見るとねうまくいかないというお話なんです。例えばですねあの仕事を100万円で受注して、えー、当初の 予定経費が80万円だったとします、ねまあ利益は20万円ということになるわけですね。それがですねあの物価が下がったりした関係で経費が半分の50万円になったとします。ですから30万円浮いたわけですね。でそのことをねあのお客さんに黙っていれば、えー、その30万円を足して50万円の利益になるわけですね。ででもそこであのー お客さんにそれ話してね、あのー、事情を話してこういうことで下がったんであの値段下げますよっていうことでね、えー、まあ要するに折半して15万円ずつね、えー、もらうということにすれば、まあ、自分の利益は35万円ということになります。でもお客さんはそれであの得をするわけですよね。まあ、これでですね、あのー、信頼されるようになるわけですね。 あのそれによって、えー、その後いろいろいいことが展開していく可能性があるわけですね。まあ、ところがこれがあの黙っていればですね丸々浮いたお金自分のものになってしまうわけですねその時はですよ。でもそういうことって結構いろんなところでこうバレたりして、えーまあ、結局そうしても信頼をなくなってしまうという可能性もあるわけですね。 まあ、ビジネスででもここうういうことがあるわけですで私そういう話を聞いた時にこれって、あのー、親とか先生が子供に対応する時もね全く同じことがあるなって思ったわけですね。つまりその親も先生もですねその何て言うかこう目先の利益とか効果即効性のある方法ねこういったものを追求しがちなんですよね。例えばですね「片付けないとおやつ抜きだよ」とか。 もうこれなんかその典型だと思いますね、えー。罰を与えるとかねあるいは逆にですね100点取ると100円あげるみたいなねお金で釣るとかねあるいは先生にしてもですね「宿題を忘れた時は書き取り1ページだよ」みたいなね、えー、こういうことですねこういうのはもう本当弊害がありますよね長い目で見るとね即効性はもちろんあるんですよね罰があるから言うことを聞くし餌があるから言うことを聞くしで まあ、その即効性を求める最たるものは暴力ですよね、えー、叩いたりとか蹴ったりとかね、まあ、体罰とかね、まあ、体罰っていうよりも暴力暴行ですよね、まあ、こういうものはもちろん即効性はありますよね有無を言わさずでもやっぱ長い目で見ると逆効果が非常に大きいわけですねであとこう親やあの先生がよくやりがちなのは 連帯責任ですよねあの以前にもこの「親力チャンネル」で紹介しましたけど、えー、例えばですねあの宿題を決めた時間に始めないと3人兄弟誰か1人そういうことしないと3人兄弟全員おやつが抜きだよとかねあるいは学校ですと班の誰かが忘れ物をすると班の全員が残り掃除とかね、まあ、こういうものってやっぱ ある意味即効性があるわけですよね。みんなに迷惑をかけちゃいけないからやらなきゃっていうことですね。でもまあここの連帯責任やってますとですね、その子供同士の間をギスギスしてきますしね、もういじめの発生のもうすごい原因になったりするわけですね。で、あるいは親や,や先生に対するその子供たちの不信感っていうのはものすごくなってきますね、この連帯責任やっちゃうとね。ですからやっぱ人間関係、親子関係、先生との関係が。 崩壊いかですね。であるいはですねあのー、スポーツですよね子どものスポーションとか部活これも、ね、以前の動画であの紹介しましたけれどもこれもですね結果をすごい追い求めて要するに成果を出す、ねまあ、勝利至上主義結果至上主義、えー、みたいなあ先生とかコーチとか監督親、まあ、こういうことになってしまうとですね 例えばこの子供が肘とか膝を痛めているのにもかかわらずなかなか言い出せなくて、まあ、結局長い目で見るとその子のためにはならないわけですね無理に頑張ってしまって怪我が長引いてその結果その競技ができなくなっちゃうとかあるいはもっとうまくなるはずだったのにあの 体しなかかったとかねあるいはもう頑張りすぎちゃって燃え尽き症候群になってもういいよその競技はみたいなことでねで大人になると全然やりたくもないとかそういうこともよく起こるんですねあるいはですねあのこれも親御さんとかあの先生がやりがちですけど勉強しない子とかねに対して「勉強勉強勉強しなきゃダメだよ」まあ、こういうふうにこう勉強についてこう否定的に叱ったりあるいはさっき言ったような罰を与えたりとかねあるいは「 あの餌を与えたたりみたいなことまあその時はするかもしれませんけどまあ結局あのずっとその勉強しなきゃダメだよなんでここの試験受けなきゃならないからダメでしょこんなことであんたやるって言ったじゃないのうーんいつになったらやる気が入るの勉強大事だよ頑張んなさいあんたのために言ってんだよみたいなことで勉強についてこう否定的な言葉を言われ続けるとやっぱ勉強って嫌だな俺勉強嫌い勉強なんてつまんないよっていうことで勉強自体が嫌いになって しまったりとかねあるいは言われるように成績が上がらないことでこう子供がこが自己肯定感が持てない自己否定感に凝り固まってしまうとかねあるいは言ってくる先生や親に対する不信感が出てきますよね。もうこんな僕頑張れない私僕なんてもうこの先生この親からもう駄目な子だと思われてるどうせ僕なんかダメだよ。 みたいになってそれでその自分に対するその否定的な言葉を言ってくる親に対するあるいは先生に対する信頼感もなくなってしまてす。まあこういう影響っていうのはやっぱ出てくるですね <coughs> まああるいは受験なんかでよくあるんですけど親がねあのもう徹底的に管理してね受験勉強させてもう子どもは例えばやりたいことがあったとしてもねそんなの試験に出ないよ。ね もうこの受験が終わってからやれるからとか言いつついつまでもできなかったりするんですけどねそんなことやめてこれやんなさい過去問題やりなさいとかいうことで中学受験であったり高校受験であったりもう例えば大学受験でもそういうふうにねやっちゃったりする、まあ、その結果短期的には、ね、目標を達成して合格したりすることもあるかもしれないんですけどそれによって失うものっていうのはやっぱりあるわけですね、まあ、そういう一種のこう毒親みたいなことをしてますと失うもの大きいですよね。 まずあの子供は自分の自己決定をする機会が減ってしまうものですから自己決定力がなくなるまあこれ言い換えますとね自分がやりたいことを見つけて自分でやっていく自己実現力ですねあのそれがなくなってしまうもう言われたことをやるってことがもうなんか生き方として身についてしまう可能性がある。まあ、そのまま で行くわけじゃなくて例えば自分探しを30代で始めてしまったりとかそういう例も結構あるんですよね。自分の人生をその親が、ね、すごくコントロールしようとする、まあ、毒親的な態度そういうことをされるとやっぱね人間にはこう自由に対する基本的な欲求っていうのはありますのでそういう親だとやっぱ抵抗感感じて、まあ、長期的に見てその良い関係が築けなくなるとかね。 失うもの多いですよねねいずれにしても、ね、ですからさっきのビジネスさんの話でもそうですけどやっぱ目先の効果とか利益とかっていうのはやっぱ求めてしまうっていうのは人間としてあるんですけどやっぱね速攻性のののああるるももっていうのはイコール劇薬毒薬毒でもあるんでんすよね、まあ、本当にこう医療で使う薬でもそういう面があると思うんですけどやっぱこういう親子関係においてもね即効性があるものは劇薬イコール毒。 役でもあるということやっぱ自分の意識のね最前列に置いておく必要があるということですね長い目で見るこれは本当に大事ですね急がば回れということですねでもう一つさっき言い忘れちゃったんですけど勉強しない子に勉強勉強勉強っていう言ってるよりもねあのそれよりも急がれば回るでねその子がやりたがること好きなことね好きでイコール得意だったり趣味だったりそういうものをね 応援してあげた方がいいんですよ。応援してあげるとその好きな分野ですから頑張りますよね。でたっぷりやってるとやっぱ自信もできてきてそれが得意になってきてそうすると親も褒める回数が増えるわけですねすごいね頑張ってるねってそうするとますます親子関係良くなるし子どもの自己肯定感も高まるしで好きなことに夢中になってるとこう幸せホルモンがいっぱい出てね。 もうそれによって、まあ、の地頭が良くなるってこともありますよねドーパミンが出るんでドーパミンであの脳にいい刺激があってで思考力とか記憶力とかねあの読解力とかいろんな能力が出るできるわけですね。やりたいと思ったことをやるとかね、えー、誰かとコミュニケーション取りながら楽しみながらやるとかね。 あるいはやり遂げるグリッドですよねやり遂げる力とかね試行錯誤をする力とかねまあいい意味あのことがいっぱいできてきてそれによって地頭も良くなってでいいことがいっぱい良くてまあ要するにそうするとですねあの自分の何ですかねあの元気が出てくるんですね頑張れエネルギーが遠回りなんですけどそういうことで地頭が良くなったり親子関係が良くなったり。 あの頑張るエネルギーが出てきて自信もついてそういうことで結局かえってね勉強にも良い影響が出てくるっていうこともう実際そういうこといっぱいあるんですね。ですから急がれば周りなんですよ。勉強勉強勉強ってやってるよりねとりあえず本人が好きなことを応援してあげてそっちであげてあげればね全体が上がればあのそれに連れてね 勉強ととかもだんだんんついいてくるる可能性が高まるっていうことですねそういうことありますのでね長い目で見るね即効性はあんま,まり求めない方が良いということを言いたいわけです。えー、ということでね日頃から意識に留めておいてほしいなと思います。今日もご清聴ありがとうございました。今日も一日明るく楽しく幸せにお過ごしください。